カーロイ・グロースは、ハンガリー系アメリカ人のイラストレーターであり、ハリウッド映画のポスターを手掛けたことで知られている。1930年代の大部分を、ユニバーサル映画のアートディレクターとして、同社の広告キャンペーンを監督し、自身も何百ものイラストを提供した。特に、古典的なホラー映画の劇的で、カラフルなポスターで知られている。最も有名なポスターは、マジン。 ドラキュラ、フランケンシュタイン、ミイラ再生、透明人間及び、フランケンシュタインの花嫁などであり、いずれも初期のユニバーサル映画におけるモンスター映画を主題とする。また、ホラー以外では、大作戦争映画、西部戦線以上なしや、ボロと宝石のポスターのデザインも注目されている。彼のポスターアートの初版のリトグラフは、スリブ数が少なく、コレクターから、 高値が付けられている。グロースが描いた2枚のポスターは、世界で最も高価な映画ポスターとして、落札科学の記録を打ち立てた。校舎は20年近く記録を保持しており、1997年の半部時点で、他の形式の商業芸術や美術を含む、あらゆる種類の中で最も高価なアートプリントだった、可能性がある。 参照ウェブサイトのラーンラバウトモビアポスターズは2016年8月時点で2万ドル超で取引されたヴィンテージ映画ポスターの包括的なリストにおいて、グロースは他のどのアーティストよりも多く登場すると指摘した。芸術作品の評価が高く注目を集めているにもかかわらず、グロース自身に関わる人物情報はごくわずかしか知られていない。 1896年頃にハンガリーで生まれ、1901年にアメリカ合衆国に移住し、帰化してアメリカ市民となり、1920年頃から1938年頃まで映画の広告に携わった。初期のアメリカ映画のポスターアーティストの匿名性からグロース制作と確定した芸術作品はごく一部に過ぎない。多くの初期のポスターアーティスト同様に、 グロースの生涯についてはほとんど知られていない。彼のイラストが映画ポスター収集において最も価値のあるものになった後も経歴の詳細は不明なままである。ポスターアーティストの経歴を掲載した書籍リールアートの付録にはグロースの生誕地はハンガリーと記載されているが生没年は不明となっている。1925年と1930年のニューヨーク州び 連邦政府の国勢調査記録によると、グロースは1896年頃にハンガリーで誕生し、1901年に合衆国に移住して帰化したアメリカ市民であり、イディッシュ語を話していた。1917年頃にバーサグロースと結婚し、1930年頃までに二人の子供を設けた。名前はカール・グロースとも呼ばれていた。1937年8月に、 カール・グロース・カーロイと解明した映画エイプリル・シャーズ用に描いたグロースの初期ポスター作品ムービング・ピクチャー・ワールド市場の複製よりグロースは1920年には業界新聞のプロデューサーのルイス・ジェイ・セルズニックのセルズニック映画の従業員として早くもなが上がるように映画宣伝の仕事を得てニュージャージー州法とリーの同社のスタジオでタイトルデザインを担当していた 1921年、ニューヨークを拠点とする専門家組織である映画宣伝協会に加入するプロデューサー協会の従業員に名を連ねていた。1923年にはプリハード映画及びプロデューサーアルリクトマンの会社の宣伝美術部長職についている。画家としては絵彩及び水彩を用いる傾向があり、表現主義からアールデコまで幅広い流派の影響を受けていた。 1923年の無声映画エプリル・シャワーズのポスターは観客が映画で見るはずのシーンを文字通りに描いたのではなくアイデアまたは視覚的なテーマを強調したデザインだったため当時は斬新であるとみなされた。オーウェン・ウィスターの1902年の小説ザ・バージニアンを再映像化した1923年の同名の西部劇の無声映画では大型看板に グロースの名前がクレジットされた。1920年代半ば、グロースはニューヨークにあったユニバーサルの美術部門で働き始めた。1930年までにフィリップ・コクランと共に同社初の宣伝美術ディレクターを拝命。この時の任命者はフィリップの兄弟で宣伝責任者だったロバート・コクランである。 1930年代を通してユニバーサルの宣伝の芸術的な質の高さは一般にグロースとコクランの功績とみなされる。グロースは映画フランケンシュタインのティーザーポスターを手掛け、その画像はまだ映画ファンには馴染みの薄かったユニバーサルの初期ホラー映画のキャラクターを大衆に紹介していく。ユニバーサル在籍中のグロースはホラーをテーマとした美術作品と並んで、 第一次世界大戦のジョージ氏、西部先生以上なしや、初期のスクリューボールコメディ、ボロと宝石などの映画の威信と収益に見合う、活気に満ちた劇的なポスター作品によって、際立っていた。グロースのデザインしたポスターは、映画本編と共に、国際市場に輸出されたが、時には修正が施されたり、別バージョンが用意されるケースもあった。イギリスでは、 グロースのホラー映画ポスターはあまりにも残虐で不気味とみなされた上、1932年には前衛映像等級審査機構が公共の場所での広告表示についてより厳しい内容規制を導入した影響を受ける。怪物役のカーロフ、コンセプトデザイン同様、警部にボルトがついている。グロースはユニバーサルの映画に登場するビジュアルにも影響を与えた。 最も注目すべき例は、フランケンシュタインの怪物のコンセプトアートで、グロースは首に刺さるスチールボルトと、より機械的あるいはロボット的な外観を描いている。比較的小さなディテールである首のボルトは、怪物、特にユニバーサル映画版と密接に関連する象徴的な視覚要素となった。メイクアップアーティストのジャック・ピアスはインタビューで怪物の首のボルトの発案者として、 名乗りを上げたが、アルゼンチン系カナダ人の映画評論家で、歴史家のアルベルト・マンゲルは、その主張を否定し、グロースのコンセプトアートの方が先行したと、指摘しているコクランは1937年にユニバーサルを退社したが、グロースは1938年末まで同社で働いていた可能性がある。 彼らが去ったユニバーサルのポスターアートは1930年代末から1940年代初頭に渡り衰退期に入り鮮やかなイラストから平凡な写真のコピーへの移行に特徴を付けられるその後パラマウント映画から移籍したモーリス・カリスがアートディレクターに就任しポスターアートの質は向上したグロースは1920年代から1930年代に かけて何百ものイラストをユニバーサルに提供したと考えられている。グロースは自身が同社美術部門の責任者だった間に制作されたポスターの大部分で少なくとも部分的にはクレジットされている。しかし特にアメリカでは作者の一般的な匿名性のためにヴィンテージ映画のポスター作者の特定は本質的に困難である。 モルグ街の殺人のウィンドウカードはこの画家のサインが入った当時のアメリカ映画のポスターでは珍しい例である。グロース作フランケンシュタインの花嫁スタイル B イラスト24枚の1点。映画視野のスティーブン・デ・ウェル及びリチャード・シー・アレンはグロースが美術部長だった次期のユニバーサルのアート部門ポスターを多くの中で最高の作品の一つと称賛した。 以下のリストには、ポスターのイラストや宣伝キャンペーンの美術制作式など二次資料でグロースに帰属すると示された作品が含まれている。また、ギャラリーブシはグロースの作品で構成する。グロースのイラストは、今でこそ芸術性が称賛されて、コレクターの間で珍重されているが、ここに至るまでに実に半世紀の時間を要した。当時、リトグラフの映画ポスターは、 映画館に配布されると、映画の上映後には廃棄される一時的な潜在だった。保存状態の良いオリジナル版はほとんど残っておらず、例えばグロースのミイラ再生の基地のポスターは、2001年にアリゾナ州のガレージで1枚が見つかるまでは2枚しかなかった。映画視野のスティーブン・レベロとリチャード・シーアレンによると、グロースのカラフルで劇的なイラストは、トット・ブラウニング監督や、 ジェームズ・ホエール監督の古典的な非常にセンセーショナルな要素にある種の魅力とほぼ純粋なまでの完璧さをもたらしたと述べている。彼らはホラー分野のグロースの作品についてキャットピープルなど1940年代の B 級映画にウィリアム・ローズが描いたポスターアートに匹敵すると推定している。イギリスの映画史やシム・ブラニガンは イギリスの映画検閲が減少し、大人の観客を対象とした成熟したテーマの映画が主流となるにつれて、グロースの野生の創造力は1950年代以降の同国のポスターデザインに多大な影響を与えたと記している。トニー・ヌールマンドとグラハム・マーシュは、グロースのポスターは非常に独創的で、しばし映画自体と同じぐらい伝説的であると書いている。通常、 彼の芸術様式は商業美術の比較的保守的な基準に準拠しており、その中で現代の基準から見ても印象的、前衛的、超近代的なフランケンシュタインと透明人間の予告ポスターは主要な例外として挙げられている。2013年、ヌールマンドは自身の選んだ100の必須映画ポスターを本にリストし、フランケンシュタインのティーザーを含めた。 アメリカンフィルムインスティチュートは2003年の100イヤーズ100アメリカンムービーポスタークラシックスのリストにグロースが描いたポスターを収め少なくとも次の6枚があるミイラ再生透明人間フランケンシュタインのティーザー透明人間のティーザーモルグガイの殺人及び女ドラキュラであるプレミア氏はミイラ再生のポスターを2007年の ベスト映画ポスター25点の15番目に掲載した。ホラー愛好家として知られるメタリカのギタリストでカークハメットはグラースをお気に入りの映画ポスターアーティストとして名前を挙げミイラ再生の3枚のポスターを元にしたカスタムギターを所有している。カークハメットはグロースをお気に入りのポスターアーティストとして名前を挙げている彼のセリフはとても魅惑的で 彼しか捉えられない魅力と優雅さがあります。それら映画のポスターのいくつかは怖いホラーであるばかりか、私を深く引き込まずに行い、美しさと優雅さの要素さえ備えています。恐ろしさだけではないという事実のせいだと思います。闇と悪に止まりません。グロースのイラストには美しさと希望の要素もあります。私にとって彼はマスターでした。ハメットは、 フランケンシュタインのティーザーポスターをアンディ・ウォーホルの肖像画が悪者になり本質的のその用語と運動が存在する30年前のポップアートの素晴らしい例と評した。ハメットはグロース作ミイラ再生3枚をもとに ESP 製エレクトリックギター KH-2 にペイントを施し1995年以来愛用している。グロースの作品は 美術館に展示されている。ミイラ再生の一枚もののポスターは、ホイットニー美術館で1999年に開催されたアメリカの世紀芸術と文化1900から2000に出展された。ハメットの収集したホラーグッズの巡回展は、グロースのいくつかの作品とともに2017年のマサチューセッツ州セーラムのピーボディエセックス博物館を皮切りに、 トロントのロイヤル・オンタリオ博物館、サウスカロライナ州コロンビアのコロンビア美術館を巡回した。作品が高く評価されたことから、グロースは母国ハンガリーで海外在住のハンガリー人芸術家として死後に評価されるようになった。魔王、ドラキュラ、スタイル A の一枚のシートは2017年に最も高価な映画ポスターのリストのトップになった。イラストレーターは不明だが、 グロースはこの映画の広告キャンペーンのアートディレクターを務めていた。1980年代後半まで高級美術品市場は一般に映画の記念品を除外していた。それ以降、グロースの手を経ったポスターの初釣りはオークションで高値で取引されている。2012年時点で世界で最も高価な映画のポスター10枚のうち6枚がグロースのアートディレクションにより、 ユニバーサルのホラー映画向けに制作されたものだった。また、ウェブサイトランラバウトモビアポスターズではこれまでに2万ドル以上で取引されたとわかっている映画ポスターを10点より多く記録しており、そこでもグロースは最も代表的なアーティストである。グロースがイラストを描いた2枚のポスターは、オークションで最も高額をつけた映画ポスターの記録を更新した。 1993年10月のオークションでは、フランケンシュタインのポスターが、落札前の予想の2倍、それまでの価格記録の3倍、近い19万8千ドルで落札された。1997年3月、サザビーズはミイラ再生のワンシートの原本を45万3千ドルで売却した。この落札価格はその時点において、グロースの記録だけでなく、フランスの画家、 アンリド・トゥールーズ・ロートレックのアール・ヌーボーのポスターの最高価格をも上回り、その結果、ミイラ再生は映画の宣伝用のみならず、おそらく美術品を含め、ポスターとして最も高額となった。それまで、ハイエンドのコレクターの間でもグロースはほとんど無名だったのに、この売却から間もなくして、彼のポスターアートであれば、他の作例も劇的に値上がりした。 デイリー・テレグラフ氏のウィル・ベネットは、コレクターが探しているのは、カーロイ・グロースだと述べてはいるが、ミイラの売却価格が、ゲインズバラのまともな絵画に匹敵するほど、異様に釣り上がっても、二人のコレクターが交わした気まぐれな、争いとみなされたと指摘している。ミイラ再生が保持していた高額落札記録は、2014年に映画、真夜中のロンドンのポスターによって破られた。魔王。 ドラキュラの初冊のリトグラフが2017年に再び記録を更新し、販売価格は525,800ドル。イラストレーターは不明ではあるが、映画のポスターキャンペーン全体のアート制作を指揮していたのはグロースであった。2018年にはミイラ再生のポスターの別の版が出品され、落札は150万ドルという高額で記録を塗り替えるだろうと予想された。 しかし、10月31日の締め切りまでに、最低95万ドルを満たす入札がなく、売却は成立しなかった。ありがとうございます。